今週も始まりましたインターネットテレビ電子ステーションナビゲーター高潔智英がお届けいたします。先日もお届けしました大台町宮川森林組合がですね、フレグランスを開発しているの、これ私事務所に置かせていただいているんですが、まあなかなかいいものですよ。やはりこの普段この街の喧騒に囲まれて、この都会に囲まれて生活しているこの我々にとってですね、この自然を感じる瞬間っていうのがなかなかないと思うんですね。なのでこう山にいたりとかするんですけども、そういった時にフレグランスでこういいね、木の香りとかがこうそばにあると、あ、なんかこうちょっとした森林浴に行ったような気持ちになれるな、そんな風に思えますよね。まだその木がですね、ユネスコパークとしてこう認定されている大台町の木っていうのが、またこの三重県のストーリーを感じさせる、そういう風に思うところです。今回お届けする4つの動画、1つ目が、高潔智英の三重県応援団、2つ目が東海ラジオとコラボしてお届けしている高潔智英の GoTo 電子ステーション、3つ目が東海ラジオ藤本修司の電子地底ミュージック、4つ目が伊勢新聞社から記事の提供いただいている電子地グローカルニュースをお届けいたします。それでは動画をご覧ください。三重県の魅力をさまざまな角度からお届けする高潔智英の三重県応援団、団長の高潔智英とアシスタントの浅井愛子です。さあ高潔さん、はい、もう4月30日ということで、桜はねちょっと散っちゃったんですけど、はい、もうすぐこの電子地底ではツツジの花が咲くと聞いたんですけれども、いや、いいところに目をつけました。電子地底のツツジがですね、もうそれこそ100年近く、うん、100年で、そうです、すごっ。で、あの伊勢湾台風をもしのいだ。すごいですね、そんなツツジが。ツツジがこのちょうどゴールデンウィーク、この期間中にね、まあ見事に咲くんですよ。いやー、いいですね。実は私、はい、去年かな、一回来た時に見たんですけど、まあすっごいやっぱり桜よりも濃いピンクで、そうですね、なんか私的にはすごい桜よりも春をこう感じるような感じなんですね。あー、嬉しいですね。またあの電子地底のこの廊下にですね、このツツジのピンク色が生えてですね、壁がピンク色になるっていう。なのでね、お食事と一緒にね、こちらをご覧いただけたらいいですよね。いいですね。じゃあもうゴールデンウィークはもうこの電子で来るしかないですよね。もう来るしかないと思う。もう決まったぜって感じですね。はい、それでは、はい、今日もお届けしていきます。さて高潔さん、はい、今日はどのような内容をご紹介いただけますか。先週お届けした大台町、こちらの第2弾として宮川森林組合に行ってきました。ほう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 、森林組合、はい、森林組合って言ったらもう普通林業なの で、 そうですよ、ね、木を植えてで育てて伐採する、で木材にしてお届けするの流れかと思いきや、まあ、新しい林業の在り方としてですね、フレグランスやってるんですよ。めっちゃおしゃれ。またねパッケージもおしゃれでね、このこれからのその林業というか木ですよね、木をどういうふうに皆様に届けていくのかという発想でフレグランスに行き着いたんですって。いやー、それ素晴らしいですね。なんかやっぱり私たちでもフレグランスって結構こう手に取りやすいものなので、そこからこう林業のことを知っていくってすごくいいですよね。いや、そう思います。このストーリーをね、実際このいいものを受け取って、そこから林業の良さを知り、でまた大台町ユネスコパークになってるじゃないですか。そのね、ユネスコパークの大自然も感じ取っていただく、そういうふうになればいいなと思ってます。あ、いいですね、はい、じゃあ早速見ていきましょうか。はい、それでは動画をご覧ください。川を大事に、山を大事に、共存共栄というか共生をしながら生きていくっていうのは、まあこれなしではこの町では生きていけるんじゃないかなと。この自然を見下したらえらいことになると違いますかということですかな。非常に水がきれいなんですけども、やはりこの水がきれいなのも、まあ、きっちり手入れされた山があるおかげだということなので、
まあ、93% が森林ということで、こういった資源をですねうまく活用して循環させていくことが非常に大事だと思っておりまして、自然と共にこう暮らしていくような状態に山も変えていかなかんな。次ヒノキだけに、こだわるよりは、100種類からなる、まあ、いろんな樹種の森作りを行った方が、まあ、用途も非常に多様化すると、これを、まあ、一つの大台町の、まあ、林業の新しいモデルの、まあ、きっかけにしたいなとは思ってますので、まあ、そういう仕組みが結局このユネスコエコパークの取り組みの一つにもつながっているのではないかなと思っております。まあ、大台町では、その広葉樹の森作りっていう取り組みを行っているんですけど、森林が持つ、まあ、公益的機能っていう、まあ、言い方をするんですけども、まあ、水源管用機能であったりとかですね、土砂防災を抑制する機能であったりとか、森林はまあそういう機能があるんですが、やはりその土地にあった樹種をきっちり植えていくことによって、まあ、そういった機能も非常に高まるっていう効果は期待ができると思います。この長男の山からですね実際に種を採取しまして、それを苗木にして、でそれをもう一度山に戻すというような、まず取り組みが一つありまして、これはまあ遺伝子攪乱とかですね、まあ、生物の多様性といろいろまあ問題があるんですけども、まあ、できるだけ町内の山に植える木はですね、まあ、町内の自生種から採取して苗木を作るという取り組みをまず一つやっておりまして、それと広葉樹のそこから森作りにつきましては、自然配色技術というまあ植栽のやり方をしているんですけども、これはまあ昔ながらの適地適木というまあ言葉があるんですけども、実際にまあ地形やですね地質等を現地で判別しまして、でその土地にあった樹種をですね植えていくというやり方をしております。これはまあやはりそういう植え方をした方が木材の木の成長もいいですし、多様なまあ森が作れるということで、だいたい今100種類ぐらい苗木生産しておりますので、それらを使って多様なまあ森作りをやっております。広葉樹といいましても非常に種類はまあ多いんですが、家具に使われたりとかですね、用途は非常にまあ広葉樹の方が多様なんですけども、ただ木材として利用できるまでにはやはり杉ヒノキより長い年数がかかってしまうんですよ。それがまあ植えてからまあ5年10年経つと、まあ、10メーター20メーターに成長してきますので、それの枝や、葉っぱを採取しまして、今現在ですと森林組合さんが、そこから広葉樹のアロマ商品を作ったりとかですね、広葉樹のちょっと小物を作ったりとか、まあ、そういったものを製造して今販売しているような状況ですね。森林組合の視点でいくと、どうしてもこう木製品とか、木材っていうか家の材料としての建材だったりとかってなると思うんですけど、今ここにあるようなアロマっていうのもやっぱりその香りをの特徴を生かした商品にもなりますし、食の分野でも生かすことができるということで、燻製品にして食として皆さんに味わっていただいたり、まあ、そういうことが可能なのかなというふうに思ってます。いろんな種類の木を使ってるんですけど、それぞれに違いがあるっていうところが特徴かなと。オイルだったらこの4種類の木をベースに作ってるんですけども、クロモジとタムシバとヒノキと、あとブレンドは4種類の木をブレンドしてるんですけど、クロモジはすごい爽やかな香りであるけれども、タムシバは少しこう甘さのあって、もうそうですね 100% オイルを使ってますんで、その木の特徴をそのまま出しているという感じですね。あと食の分野で、この燻製チップを使って、もう燻製した、まあ、スモークチーズだったりとか、あと、地域の大豆を燻製して、まあ、オリーブオイル漬けとか ドレッシングにしたりとか、森林組合ではなかなか作らないようなものまで、まあ、もう分野を超えて作っているような状況です。東京のセレクトショップっていうんですかね、まあ、百貨店さんでも取り扱っていただいてますし、ただのまあアロマ商品じゃなくて、自然そのままを使った商品ということで、例えばこのブックエンドもただこう
切りっぱなしただけなんですけど、やっぱり都市部の方っていうのはこういう自然のままがいいっていうふうに思われる方が多くて、まあ、森林組合が全部材料を取って、まあ、全部一貫して製造販売しているというところで、まあ、作っているその内容が全て、まあ、この地域の中で完結しているという部分で、まあ、そういう見えるっていうんですかね、作っているところを見たいっていう方もいらっしゃいますし、もうそれはうちで全部材料を取るとこからしてますんで、実際来ていただいて材料も一緒に取ってもらったり、一緒にこうオイルを抽出したりっていうこともできますんで、こういう作ってる過程をより知りたいっていう方に特にこういうアロマを選んでいただいてるかなと。化粧品だったり、あと食もいろんな可能性があるというふうに思ってます。僕自身はこの宮川の下流の伊勢の出身なんです。川で、まあ、ずっとつながって、下流域までつながってますんで、そういう上流の森をこう守ることで、こう自分の生まれ育ったところも結果的にこう守っていくことができるんじゃないかっていう思いはありました。正直は僕たち山も川もですね、昔から馴染みがある部分で、そのなかなかもうあって当然みたいなところはあるんですけど、やっぱり私たちが普段感じている以上のまあ価値観というのはやっぱりあると思うんですよ。ですのでやっぱりその外部からいろんな人が僕たちに来てもらって、そういった部分を感じてもらって、まあ評価いただけると非常にまあ嬉しいなと思いますけどもね、はい、食は楽しいです。やっぱこの地域のものに皆さん自信があるっていうのがまずあって、うん、それをどう生かそうかっていうのをまあ常に考えてるなっていうふうに思います。さあ、ここからお届けしますのが三重県観光局と一緒にお届けするコーナーでございます。私が今来ておりますのは松阪市、松阪観光交流センターに来ております。まあ綺麗な建物だと思いませんか。この魅力について、そしてね、松阪の魅力について竹川さんにお聞きしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは施設の概要を教えてください。そうですね、ちょうどこう街歩き の, 中心の場所に、もともと三井家のお店があったところに、まあ、出来上がった建物でして、1階がいわゆる観光案内所と、それから特産物を売る物産展。この建物ができた一つの理由はですね、松阪城の周りとか、あるいはその豪商の建物を見た後にお土産を買うところがないっていうふうな観光客のご意見もございまして、1階にそういうスペースを作っています。松阪はまあお肉有名なんですけれども、実はお茶もですね、非常に品質がいいということで、お土産として買っていただけるのが非常に多いですね。それとは別に実は今松阪豚とかですね、から鶏焼肉ですね、ですから牛豚鶏というお肉を堪能していただけると。それから2階が、まあ、街道というものを切り口にして、少しこう頭の中に入れておいてもらうと街歩きが楽しくなるというふうな、そういうコンセプトで作っています。いろんな街道が松阪に集まってきて、でそこを起点として伊勢神宮へ道のりをみんなで進むということで、日本中の人たちが松阪に集まってくる、人が集まってくるということは情報もここにたくさん集まってきている。本当に伊勢の国っていうのは非常に豊かな国でして、木綿とかですね、そういうものも非常に高品質のものが取れたということですよね。あるいはもっと言うと櫛田川という川の流域にはですね、奈良時代から水銀がたくさん取れまして、
もう本当に水銀が非常に高価な値段で取引されましたので、まあ、日本中の富がこのエリアに集まってきて、でまず富があってそこに日本中の情報が集まってくる、人も集まってくるというふうなことで、で松阪っていうのはやはりビジネスが発展をする要素というのがすごくあったと思うんですね。まあ、松阪の歴史とか文化とかを探ってくるとですね、本当に時代の最先端を常に松阪はこう走ってたんですね。で例えば松阪の町で肉が有名になったっていうふうなことも、江戸時代は日本人ってお肉を食べなかったわけですね。でそのお肉、牛はですね農業に使って農業をやってる人たちとはもう寝食を共にした家族のような生き物だったんですね。でそれを食べるっていうふうなことが明治になってすぐにこう発展をしてきて、よその地域にはないような文化が育ってきたわけなんですけど、それはやっぱり商人が持ってたすごい先進性でですね、まあ、江戸時代鎖国が解けるか解けないかの頃にもう横浜行って外国の人たちと交流をしてたという、そういう歴史文化があって、おそらく松阪には肉の美味しいお肉の文化ができたんだろうと。ことほどさように松阪って常にこう時代の先駆けであったわけで、まあ、そういうふうな匂いが松阪の町のあちこちでこう残ってますので、そういうのを思いながら歩くっていうのが自分としては松阪を愛している理由ですね。やはり日本型ビジネスというものを、まあ、近代ビジネスというものを初めて確立させたという三越、三井家の発祥の地でもありますので、例えば三井家は400年以上も事業を継続をしている。なので、まあ、世界中の例えばビジネス、まあ、人もですね、自分の会社を300年続けさせるにはどうしたらいいんだっていうのを松阪へ来てですね、その長谷川邸とか古いお宅のお座敷に座って考えてもらえるような、そんな風なことですね。長谷川次郎兵衛という344年ほど続く伊勢商人のです、ね、本拠地ですね。江戸でですね、随分松阪から、木綿が、爆発的に売れまして、それを扱ってた、伊勢商人ということになりますね。入り口を入った時の大きな渋染めの、のれんがあります。そこをくぐると、一つのいろんな空間に入れます。薄暗いんですけど、とても広大な柱が使ってあったり、非常にこう質素なんですけども豪華なものが使ってあります。また広大なお庭があるんですけども、そこは裏千家のお庭で、四季折々の花とかもみじがとても綺麗ですので、ぜひ一度足を運ばれたらというふうにこう思います。松阪はですね、こう紀州藩の飛び地になって、伊勢の18万石の統括するところであったということもあってですね、歴史の古さとか、それからですね、豊かなそういう経済力が残ってたところ、そういう歴史をの部分とか、その文化がそこで醸し出された、そういうところをですね、皆さんにぜひ知っていただきたいなというふうに思っております。伊勢商人全体はそうですけれども、松阪の商人も主人は松阪に住んでいます。そして江戸の店の方は奉公に任せきりという、まあ、そういう生活をしておりますので、じゃあ松阪で何をしているかと申しますと、藩の御用をいろいろしています。で合わせてその合間を見ながらいろんな文化活動を盛んにしております。例えば歌会であるとか、句会であるとか、あと、茶の湯を楽しんだり、でその中で、特有のそういう商人文化が生まれてきます。で例えば長谷川家の場合ですと、裏千家の皇帝としても知られていますけれども、合わせて、裏千家の後援者としてスポンサーとしての役割を果たしていく。そして松阪のそういう豪商たちは、
折を見て、絶えずそういう集まりを持ちながら、まあ、進行して、まあ、特有の鍾乳文化と申しますか、そういうものが芽生えていく。でその最多の中で、その中で生まれてきますのが元織の中ということになろうかと思います。ですからね、あの文人も、三井、長谷川、小津といった豪商たちが、その、皇帝として、まあ、側近として、まあ、使い取ります。歴史的なものが、点在してるんですけど、実はそれはつながっておりますので、そのつながったところを線と線で結べるような、そんな発信もしたいと思ってます。竹四郎さんにしても、もちろん宣長さんにしても、あるいは三井高利にしても、彼らは突然変異でできてきたわけではなくて、松坂のその商人の文化がずっと永遠と続いてきた中で彼らは生まれて育ってきたわけで、あの竹四郎さんなんかもやはり全然他の地域にいたら、ああいう例えば北海道へ行こうとか、から天竺へでも行ってみたいなんていうような発想はおそらく全然出てこないだと思うし、宣長さんにしても、その日本の国の最初どうなったんだろうなんていうような発想はおそらく出てこない。それが出てきたっていうのは、やっぱり松坂の文化、商人の文化っていうのがあったからだというふうに考えています。その時江戸時代になりましてから、お伊勢参りブームが起きましてね、で、まあ、お伊勢さんへこの道を通って行った。松坂の、人はですね、非常にですね、それぞれを、町を誇りに思っておりますので、その人たちとですね、市の市民の方とか、それから、いろいろ活動している方々と手を携えてですね、取り組めるところがとても魅力的なところです。それをですね、まあ、私たちこれからも大事にしていきたいな。こういう場所に来ていただいて、体験していただいて、この空気感とか、まあ、全体像というのをですね、肌でも感じていただきたいなというふうにこう思っております。まあ、いろんなコンセプト、いろんな切り口でここ展示をしてましてですね、これを、まあ、ちょっと頭の中に入れてもらって街歩きをしてもらうと、また新しい謎がですね、出てくる。なので、そういうことで何回も何回も松坂に来ていただくということを、まあ、期待をしたいと思ってます、はい、いや私はですね、この先ほどのお話をお聞きして、松坂のこの文化がやはりこうなぜここで盛り上がってきたのかというところを知ることができましたし、それを一体で知ることができるこのセンターですね、ぜひ多くの方にお越しいただきたいなというふうに思います。そうですね、よろしくお願いします。ぜひ皆様もお越しいただければと思います。津市高能町にある高能花街道朝摘、鮮度が自慢のファーマーズマーケットと地産地消のレストランなど、農産物をテーマにした三重県下最大規模の施設、中でも朝収穫したばかりの野菜や三重県各地の特産品を集めた直売コーナーは品揃えも充実、毎日目が離せません。はい、今週も朝摘厳選フレッシュパックをご紹介いたします。担当は朝摘直売所の岸本です。どうぞよろしくお願いします。それでは早速ですが、こちらのお野菜ご覧ください。先ほどまで売り場にあった新鮮なお野菜をお持ちいたしました。春のお野菜ですね、スナップエンドウや春キャベツも多く入荷しております。今回はこういったお野菜10品プラスですね、このハテナ商品、皆さん気になるかと思いますが、後ほどご説明させていただきます。このラインナップをお届けさせていただきます。朝摘の農家さんは基本的には野菜を出すときにはこういった防除日誌というものを提出を義務付けております。この用紙に記入していただいたお野菜を専門の担当スタッフがチェックをして、問題なければ売り場で販売することができます。それでは今週のおすすめお野菜をご紹介いたします。こちらのスナップエンドウです。別名スナックエンドウとも呼ばれていまして、まあ、名前の通りですね、お菓子のスナック菓子のようにこうパリパリと食べていただけるお野菜でございます。茹でてマヨネーズと一緒に食べていただくのがおすすめです。
新田さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけど、これがスナップエンドウの野菜の苗なんですね。はい、はい、すごいですね。特徴的な白い花なんですね。そうです ね、 ね、スナップエンドウは白い。ちょうど今ここに一つスナップエンドウが取れます ね、 すね、はい、はい、そういったのが特徴的で、まあ柔らかいということと、はい、か甘みがあるね。甘みがある。4月の末頃が一番もう最盛期ですかね、はいはいはい、その時にはもう新田さんの美味しいスナップエンドウが食べられるってことですね、はいはいはい。続いてなんですが、こちら先ほどのスナップエンドウとはちょっとあのお花の種類も違いますね。そうですね、これはまあキヌサヤ系統で、キヌサヤなんですね、はいはい、こちらの方が色味としてもなんか綺麗ですね、そうですね。新田さん、これの特徴って何ですか？これはね、筋がないっていうことです。なるほど。基本的にこういったキヌサヤっていうのはね、筋を取らないと食べれないですもんね。 その作業がいらない、そういうことです。これはいいですね、うん、これは新田さんの新鮮なお野菜をぜひお買い求めてください。最後にですね、こちらのハテナ商品ですね、お届けするときに売り場に並んでいる厳選の商品を皆様にお届けいたします。何が入るかお楽しみですので、皆さんワクワクしてお待ちいただければと思います。商品数は1から4品ほど入る予定をしておりますので、お楽しみください。岸本さん、ありがとうございました。さあ、今週も新鮮なお野菜が揃っています。それでは朝摘み厳選野菜セットのご紹介です。グリーンアスパラ、スナップエンドウ、リーフレタス、花びらだけ、トマト、新玉ねぎ、じゃがいも、しいたけ、きゅうり、春キャベツ、そして岸本さんのおすすめの野菜をセットにして、なんと3000円で皆様のもとへお届けいたします。そしてポイントカードに4000円分のポイントをつけて、こちらもお届けします。さらに電子亭からオリジナル青さ薬味をなんと2袋もプレゼントいたします。平日午前10時から午後5時まで、電子ステーションまでお問い合わせください。こちらの商品は電子ステーションのホームページからもお申し込みができます。たくさんのお申し込みお待ちしております。三重県の魅力をさまざまな角度からお届けする高潔思い出の三重県応援団、そろそろお別れの時間です。愛子ちゃん、今週どうでしたか？いや、フレグランスがすごくいいなと思いましたね。いや、そう思いますでしょう。またね、この広葉樹を新しくこう植樹して、でそこからこう出てくるこの木のエッセンスですよ。いや、もう本当にね、私もこうフレグランスとか手に取るときに、やっぱりね、お花の香りであったりとか柑橘系であったりとか、いろいろあると思うんですけど、なかなかこう手を出しづらい部分があったりするんですよ。っていうのは、香りがこう直で、ね、来すぎてちょっと買えないなとかっていう時に、この自然の香りがこの手に取れる嬉しさっていうのは、結構本当にいろんな人が思ってるかと思います。いや、今回ですね、このフレグランスがあまりにも良かったので、うんうんうん、電子亭と電子ステーションでも、はい、ショップで置かせていただくことになりまして、はい、すごい、それは素晴らしい、はい、もう早速ね、私自分の事務所用に一つ買いました、はい、ちょっと私も欲しい。あ、そんな愛子ちゃんにこちらプレゼントのお知らせです。はい、いただいてきました。枝ディフューザーということで、すごいおしゃれ、なんか車とかに乗せたいですよね、これ。そんなイメージで使っていただければと思いますよ。めっちゃ嬉しいですよ、はい、これそれぞれ4種類あるんですけれども、それぞれ1つなので、合計4名様に今回プレゼントさせていただきます。はい、いいですね、はい、じゃあもうぜひ応募してください。そうします。これで1個減りましたっていうふうに言わないですからね、はい、もう皆様と同じラインからお願いします。わかりました、はい、頑張ります、私取れるように、はい、応募方法はですね、インターネットテレビ電子ステーションの中に特設ページを作りました、ここから来週火曜日の23時59分まで応募することができますので、皆様ふるってね、応募していただければと思います。まだまだ三重県の魅力を満たりないという方は、インターネットテレビ電子ステーションをご覧ください。いつでもどこでもどなたでもご覧いただくことができるインターネットテレビ、それが電子ステーションです。
三重県の多くの魅力をそこからも体感してください。それでは三重県応援団、また来週お会いしましょう。三重県応援団、元気な三重県へ。